次のライブが待ちきれないよ。世界中のプレイヤーの皆様こんにちは、八王子 P です。ということでね、今日2月1日なんですけども、来ましたね、雪ミク2023ミクコラボでございます。いや、やっぱこのコラボが来るとね、なんか2月が来たなっていうか、ちょっと実家のようなね、安心感がありますけども、まあね、今日何やっていくかっていうと、ガチャでございます。はい、やっぱね、僕今まで雪ミク衣装は全部コンプしてきてるんで、今年もね、しっかりまあここは出るまで引いていこうと思います。で、ヒロチケなんだけど10枚ぐらい残ってるので、まあこの10枚で引けたらいいなという感じでやっていければなと。それじゃあ早速ガチャの方やっていきましょう。さあ早速引いていきますか。ちなみに確率なんですけど、今年の雪ミク衣装が 15% で、今年追加されたオリジナルヒーローのミクコスですね、これがそれぞれ 10% っていう感じみたいですね。なので確率的には6回か7回引いたら来るっていう感じなんですけども、どうですかね。まあまあまあ、ガチャの方ね、引いていきたいんですけども、その前にちょっと自分の話をしていいかな。コンパスがリリースされてもう6年、たくさんの人に愛されるゲームだよね。でもそんなたくさんのコンパスプレイヤーの中で、自分が一番ミクに関わってきたと思う。ちょっと話を変えるけど、よくソシャゲには課金者が偉いみたいな風潮あるよね。僕は1ミリもそうは思ってない。だって無料で楽しむということは、運営が用意した楽しみ方なんだから。コンテンツの楽しみ方は人それぞれでいいと思ってる。クリエイターだからこそ、課金なんて関係なく遊んでくれるだけで嬉しい気持ちも分かってる。でもさ、みんなそんなこと言いながら、お前めっちゃ課金してんじゃん、そう思ったよね。僕が課金する理由はいくつかある。一つは、コンパスがソシャゲである以上、課金したら強くなるということ。ここで綺麗事を言うつもりはないよ、これはまごうことなき事実だ。僕はコンパスのキャラクターも音楽も好きだけど、何より一番はこのゲームが楽しいからやっている。コンパスは対人ゲームだ、勝てたら面白い、だから強くなるために課金をする。そしてもう一つは、コンテンツへの還元だ。いや、感謝と言い換えてもいい。僕も近い立場にいるからこそわかる。コンテンツを存続させるためには、たくさんのお金が必要だ。だから、こんなに楽しい時間、体験をありがとうという気持ちで課金している。いわば、お礼だ。ただ、重ねてになるが、無課金プレイヤーがお礼をしていないかといえばそうではない。クリエイターは自分の作ったもので楽しんでもらえるだけで本当に嬉しいんだ。その時点でもう何もいらないんだ。その笑顔だけで十分満足している。話を戻そう。今の話はコンパスだけじゃない、ミクに対してもそうだ。今の僕があるのは間違いなくミクのおかげだ。ミクが僕の曲を歌ってくれて、たくさんの人に聴いてもらえて、たくさんの出会いがあって、そして今の僕がいる。だからミクにも感謝を伝えたい、このガチャを引くという形で。今年の雪ミク衣装、これが出るまで僕はどこまででも引き続けるよ。感謝するぜ、お前と出会えたこれまでのすべてに。いや、ここで一番ない、イグニスってあんま使ってないし、俺ちょっと感謝足りなかったかな。まあこんなことしてないで曲を作るってことですかね。まあまあ、ちょっと気を取り直して2回目いきましょう。どう、どうどう、おわ、バグド、あ、バグドはめっちゃ嬉しい。ちょっと欲しかったからな、普通に。いや、かっこいいな、これ。なんか、ミク衣装とロボ系って相性いいよな。ニーズエッグとかもかっこいいし。さあ、3回目ですね。そろそろ欲しいよ。お願いします。よし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 。いや、こういうことなんすよ、皆さん。もう、これがミクとの絆、友情、まんじって感じ。あー。いやー、ほんと。本当に良かった、弾けて。
いや、長々と話した甲斐があったわしかもな、今年のマナシーさんの曲もめっちゃいいんだよな。なんかすげえ好き。いやー、もう気分がええわ。ほんとミク、これからもよろしくな。